照明に火が灯りました。ナイトゲームまもなくスタートです。楽天コボスタジアム宮城からお伝えしてまいります。パシフィックリーグ公式戦、東北楽天ゴールデンイーグルス対埼玉西武ライオンズの一戦です。解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうも。小宮山さんは現役時代数多くのバッターと対戦されたわけですが、苦手なバッターのタイプというのはあったんですか？いや、基本的にバットを持ってフルスイングする人みんな嫌いでした。そうですか。やはり当たれば飛ぶという、ね、威圧感があるんでしょうかね。まずはイーグルスの先発辛島がコボスタ宮城のマウンドに上がります。どう抑え込んでいくのか注目です。小宮山さん、様々なタイプの1番バッターがいると思うんですが、小宮山さん現役時代どういったタイプの1番バッターが嫌なタイプでしたか？ボールをしっかり見てくる選手っていうのはやっぱり誰がマウンドにいても嫌なタイプの選手だと思いますけど、ではこの1番バッターはどのようなバッティングしてくるんでしょうか。初球空振りです。インサイド変化球外れます。打ちました。打球はセンターへ。センターが取りました。バッターは2番に入っている秋山。まずはワンアウトを取っています。マウンド上辛島、そしてキャッチャーは島。このバッテリーをライオンズ打線がどう攻略していくか。インサイド落ちました。島内が掴んでツーアウト。バッターは注目のルーキー殿崎。ツーアウトになっています。この回の辛島4球でツーアウトにしています。そうですね、理想的なピッチングだとは思いますよ。最初は変化球できました。この球は外れています。ボール先行です。ストライクです。さあ4球目は何か。インコース決まった。2ストライク2ボールと追い込んでいます。平行カウント。体に近いところ。3ボール2ストライクフルカウントになっています。
切れていきます。ファウル。際どいがあっとフォアボールです。ツーアウトから先制のランナーを出していきます。小宮山さん、どうでしょうかね。ちょっとコントロールに気をつけたいですよね。ホームランです。タイミングが合ってましたからね。いきなりのホームラン、あっという間に先制点を奪われました。打順は5番森。イーグルス初回から先制点を許す形となっています。小宮山さん、いきなり失点を許し不安の残るスタートとなってしまいました。まあ、ピッチャーの立ち上がりは精神的にも不安定なこと多いですから。そうですよね。ここからはきっちりと抑えたい。1球目は空振りです。西さん、バッターボックスの森、どういうバッティングをしてくるバッターなんでしょう。まあそうですね、状況にもよりますが基本的には初球から積極的にいくタイプで、フルスイングが身上の強打のバッターですね。ああなるほど。ボールになります。変化球で空振りを取ります。スリーアウトチェンジ。しかしこの回西武ライオンズツーランホームランがありました。2対0、ライオンズ先制です。1回の裏、これからイーグルスの攻撃が始まります。イーグルスはご覧のようなオーダーとなっています。一方守りますライオンズはご覧のような守備陣です。ライオンズマウンドに上がるのは先発のニール。さあイーグルス打線はどうやって攻略していくんでしょうか。注目の立ち上がりです。田中打席に入ります。先頭バッターとしての仕事をしたいところ。初球大きく外れています。ファウルになります。変化球を待っていたかもしれませんね。なるほど。さあバッターは何を待っているか。これはどうだ。センターに抜けました。先頭バッター出ました。楽天イーグルス、ノーアウトランナー一塁です。バッターは2番に入っている茂木。ヒットでランナーを一塁に置いています。アウトコースに送っています。中途半端なバッティングで閉鎖するのだけは避けたいですね。なるほど、そうですね。
常にブレーキが効いたボールです。打ちました。高い打球センターへ。この打球はフライになっています。センター掴んでワンアウト。ワンアウトランナー一塁となりました。さあ一塁ランナーを返して点差を縮めていきたい場面です。バッターは浅村、まあ、状況的にはエンドランを仕掛けてもいいかもしれませんね。さあランナーをどう生かしてくるか。まあ、向こうは併殺を狙ってると思いますから術中にはまらないよう気をつけたいですね。なるほど。さあバッターは何を待っているか。早い段階で点を取られてますからできるだけ早いうちに返しておきたいですね。なるほど、そうですね。まあそしてこういう場面で打ってくれるバッターですからファンも期待しているでしょうね。初球手を出してきません、この打席ゴロを打たすようなボールには気をつけたいですね。そうですね。さあ何を狙っていくか。ここは併殺だけは避けたいですね。なるほど、この打席のポイントになりそうですね。大きく外れました。になっています。ご覧いただきましょう。最後は空振り三振に倒れてしまいました。前に飛ばしたかったんですけどね、ただ次が彼なんでね期待していいと思いますよ。このチャンスに期待がかかるウィーラーが打席に入っています。初球は大きく外してきました。思わずバットが出ました。またインコース。ツーボールワンストライクとなっています。狙っていきたい。さあ仕留められるか。打った、フリーヒット。セカンドランナーサードがまず蹴った。送球する。セカンドランナーホームイン。イーグルス1点返しました。2対1になりました。さらに三塁一塁のチャンスが続きます。ご覧いただきましょう。タイムリーが出て点差を縮めます。このまま勢いをつけたいですよね。ここで得点が入りました。バッターは6番銀次。イーグルスこの回1点を返しています。さあ1点を追いかけなおも同点のチャンスを迎えています。まあ、このままここもしっかりつないで得点に結びつけてほしいですね。まずはボールから入りました。
今のはバッターよく見ましたよね、あのコースはなかなか打てませんからね。4球目、際どい球わずかに外れています。これで3ボール。打ち上げた、ワンバウンドヒットになった、サードランナーホームイン、イーグルス同点2対2、試合は振り出しに戻りました。さあ同点にしたシーンですが、もう一度ご覧いただきましょう。いや、ここでね、一気に攻めたいですね。この1回の裏、早くも流れを呼び戻したようです。さあ、そして打席にはブラック入ります。さあ、チャンスが続きます。まあ、ここはつながっていますから、このチャンスで勝ち越しておきたいですね。なるほど、そうですよね。初球、まずは空振りを取っていきます。ファウルボールです。さあ、3球目は何か、大きく外しています。ショートの左、一塁へ、内野安打。さあ、チャンスを広げていきます。さあ、そしてバッターボックスには藤田が入っています。ここは得点を期待できるバッターが出てきましたね。さあ、チャンスが続き、満塁の場面。まあ、ここでつないで、なんとか勝ち越しに持っていきたいですね。なるほど、そうですね。まずはストライクを取りました。インコース低め、ストライク。すぐに追い込みました。